1995年、大和銀行、ニューヨーク支店の井口俊秀は1000億円の損失を隠していたことを頭取りに告白した。1983年、井口は取引の失敗でそれまで蓄積していた5万ドルの利益を失った。支店ではこの利益を当てにして仮決算を組んでいたので、今更利益が消えたと言えなかった井口は無断取引で損失を取り戻そうとした。結果は失敗。同年秋には損失が数百万ドルまで拡大した。 雪だるま式に損失は膨れ上がり、2000万ドルを超えた頃、井口は秘密が発覚した時に妻子が路頭に迷うことがないように銀行から5万ドルを着服する。自分の口座への入金を確認した時、井口は戻れない一線を超えてしまったことを悟った。井口は支店のスタッフにバレないよう無断取引を行い損失を隠し続けた。大洪水が起きて自宅が床上40センチの浸水にあった時も、ゴムボートで街外れの公衆電話に行って業者に連絡を取った。業者が支店に電話した時、他のスタッフが出てしまうと無断取引がバレてしまうからだ。 1995年、隠し続けてきた損失が11億ドルになったところで井口は頭取への告白を決意した。